どうもすみません京都新聞配の結果分析です1着里野グランツ2着ダノントルネード3着リビアングラスでしたこちらはパドックを見た直後の評価です里野グランツの方が好きな場体だけど不器用ダノントルネードはまあまあ買いますけどまあ、ダノントルネードから買いますけどっていうことですねで、まあ、里野グランツも物足りないところはあって完成度も低いですしあとはやっぱ歩き方なんかに関してもスッスと そこまで歩けないところがあって、まあ、でもレース内容なんか見たら展開が向いたにしても少しずつ不器用さっていうところは解消してきてるかなとは思いますね。でダノン・トルネードはまあまああのー、もうちょっと後ろの付け根周り胴体周りとかボリュームがあってパワフルさがあればいいんですがまあ好調キープっていうような程度で。 ちょっとこのままの感じでいくとダービーとかだとしんどいかなっていうような場体ではあるかなと思いますね。リビアングラス良いので逃げれれば注意。まあこの馬に関しては仕上がり良かったですね。まあそれで逃げれましたんで結局粘って。まあ上位3頭に関してはパドック通りの着順になったんですがまあただ他と着差はそんなにはなかったのでそこまで力差はなかったかなっていうところありますね。でドットクルー劣るけど騎手含め気配は良いし。 ファームエンティアスク・ドゥ・ポルテ気象が不安まあまあでもまあまあっていうことですねマイネル・ラウレア思ってたほどは良くないけれども自力あるっていうようなでドット・クルーに関しては、まあ、馬体のバランスなんかは良かったですしまあ結構そのまとまった馬体してましたんで走る可能性はあるかなと思ったんですが結果的に多分距離とか長かったかなっていうふうに思いますね。 あのまあファームツエンティーはちょっとそのもっとふっくらしといた方が良かったんでその辺が足りなくて後半足が足りなかった部分もあるかなと思うんですがただ後方から打ちをつきましたんで、まあ、いつも言ってる通り「ばば というかコース回収してから後方からの打ち付きっていうのがなかなかはまらないのが京都の外回りなんで進路取り的にも外回すか早めに外行った方がもうちょっと構想できた可能性があるかなと思いますね。アスクドゥポルテ気象が不安あのは、まあ、この馬に関しては能力とかはまった時の怖さっていうのはある馬体だったんですが、まあ、馬体的なバランスがあんまり良くなかったのとあとは。 余計な動きがパドックでも出てててその辺ななななんかかかで自滅するるる可能性があるかな足がああ足ままっていうようよ不安はありましたねマイネル・ラウレアはまあまあ仕上がり良かったですし馬体的なバランスが良くなったことでそれで不器用さというところは少しずつ解消して力強さも出てると思うんですがただやっぱりこの時期なんでもう一回りパワーアップしたりだとか躍動感が出たりキレが出たりっていうような。 プラスアルファが必要なんですがなんか今までの感じで来たまま少ししっかりとした少しバランスが良くなったっていうような程度だったんで、まあ、パドックででで目立つほどではなかったですよねマキシー量が抑えならマキシーはプラス体重でボリュームアップした分やっぱ少しパワーアップしたように見えたかなというようなところがあって馬っぷりは良くなったなと感じました。 でちょっと瞬発力だとかそういったことに関してはここでは目立たないとのと距離的にはもうちょい短い方が乗りやすいかなっていうような1,82,000ぐらいがいいかなっていうようなイメージもありましたんでどうかなとは見てたんですがまあスタミナはある程度あるんで早めに動いていってっていうような形で粘り込んでまあある程度このままなりの競馬はできたんじゃないかなと思いますね。それでは右の方から1頭ずついきますオメガリッチ版 オメガリッチマンは、まあ、やっぱここに入るとこじんまり移りますしパワーも足りないかなっていうようなところはあるんですが、まあ、途中向こう上面で少し上がっていって、まあ、直線を向いた時には好位にいたんですけれどもその辺から足が使えなくてっていう瞬発力の足りなさっていうところも出たかなっていうようなレース内容ではありますね。まあ、重症高歴がありりままししししたたたで穴人気ててははけれども僕はレース前から ちょっっととと厳ししいいいいいんんじゃないかなか思思てましたんで、まあ、そのままでいいと思いまたででそのすねマイネル・ラウレアマイネル・ラウレアは、まあ、さっきも言ったみたいに少しずつ馬体が整ってそれで少しずつ力強さは出たんだけれどもただ大きな変化がないというかですね、まあ、でもここはメンバー強くはないのでマイネル・ラウレアでもハマれば勝ち負けできる単純な能力でいけば上位4頭ぐらいには入ってた馬かなとは思いますね。 でまあ、後方からになって直線外へっていうような形で、まあ、ある程度いいル動が取れたんですが伸びたんだけれども他の馬たちが止まらずっていう、まあ、外国人チョッキーとかだったらなんとかもうちょっとギアが上がって拾った可能性はあるっちゃあるんですが、まあ、私としてはうまく乗ったかなとは思いますんで、まあ、その中でもともとそんなに追い込みが効き,きそうにないメンバーだったということですし。 まあその中でも比較的前もそんなには楽な競馬してなかったんですがドットクルードットクルーは馬体的なバランスいいですしまあなんか雰囲気は結構良かったかなとは思いますね。ただ馬体面もそうですがレース内容なんか見てても距離がちょっと長かったかなっていうふうに思いますしまあレース展開的にちょっとその結構 ロングスパート気味に足を使わなきゃいけないような中でそういうような展開も合わなかったかなっていうところもあると思いますね東方霊元東方霊元はやっぱり芝でこのメンバーとなると力不足ですしまあ現状だとダートの方がいいかなと思いますねマコトベリーキーマコトベリーキーは少しはマシになったんですがまだ力強さが足りないんですよね、まあ、ただやっぱ 芝は剥くのかそれなりのレース内容ではありましたんで、まあ、徐々に使っていってパワーアップすれば条件戦でならいいところ出るかもしれないですね里のグランツ里のグランツは大きく変わったわけではないんですが、まあ、この馬なりに仕上がり良かったですし、まあ、やっぱり他の馬たちと比べると馬体面うまくコンパクトにまとまってキレのある動きはできてたかなと思いますねただあのこの馬は 瞬発力はそんなにはななくてそんなに切れる足はなくてじりじりとしぶとく伸びるっていうようなタイプなので今回はドスローではあったんですがでも後半に関してはある程度ロングスパートみたいな感じで、まあ、前の馬たちも引っ張ってくれてそれについていってっていうような形で里ノグランツがじりじり差し込んだっていうようなレース内容なので、まあ、展開的にはなんとか。 向いいてる方ではあったかなと思いますねこれがまたずっと縦長とかで前が全然止まらないとかドスローのよいドンみたいな感じになってしまうとそうなってしまうと里のグランツはあんまり後ろからだと届かないっていうようなタイプではありますんでまあでもダービーへ向けてに関しては基本的にはダービーもコーナーからある程度そのペースが流れたりだとか。 ジリジリしぶとく足を使ってっていうようなタイプが構想しやすいレースではありますんでダービーは向いてるかなとは思いますけれどもただ相手関係ですねもっと能力がある馬もっと瞬発力がある馬出てきますんで、まあ、今回も川崎騎のプラスアルファもあってなんとか差し込んだかなっていうような感じではあるんでそれがダービーで通用するのかに関してはちょっとまだ微妙かなっていうところもありますし。 ダノントルネードはまあまあの仕上がりでしたし足の筋肉なんかはある程度ついてたんですが、まあ、ちょっと胴体周りとかその辺に迫力が足りなかったり体全体で躍動感を出すような感じが足りないんで、まあ、今回に関してはまあこれでも大丈夫かなと思いながら見てたんで、まあ、行為の内から直線抜け出してっていうような形でそれなりの競馬はしたんですが。 まあ,でもあの形で勝てないんですからやっぱりもうちょっとそのパワーアップというか能力アップが必要ですし、まあ、例えば4コーナーから直線の入り口ですねあそこ少し置かれてますよねあの辺なんかこれぐらいのメンバーだったらもうもっと手応え楽に引っ張り切りぐらいで上がってきてスッと抜けなきゃいけないんですがその辺なんかはやっぱ胴体周りのパワーが足りないだとか。 まあ体をうまく使えてないだとかそういったようなまあ現状での,その力不足っていうところも出てるっちゃ出てるかなと思いますんでまあガラッと変わってボリュームアップするとかそういったことがないとダービーではしんどいだろうなっていうふうに思うタイプですね。アスク・クルポルテはパドックなんか見ててもまだ気象的に若くて当てにならない仕草してますしあとは馬体面もバランスがあんまり良くないということで。 まあ能力素質はある程度秘めてるんですけれどもまあなんか見た目的にかなりギャンブル性が高い見た目だったなっていうところがありますし馬体、まあ、面のバランスがあんまり良くないんで追走だとか器用さだとかそういった面に関しても、まあ、気象も含めてなんですけれども乗り方が難しいというか恐る恐る乗らなきゃいけないような感じもあったかなと思いますしまあドスローで 展開が向かなかったというよりかはある程度後半は流れてましたんでそこについていくだけの器用さも足りなかったというようなレース内容ですねマキシマキシはプラス体重でボリュームアップして馬振りがよく見えましたまあ、ただメリハリの効いた感じ瞬発力とかがあんまり足りないので まあもうちょい短い182,000ぐらいの方が現状では乗りやすそうかなと思いましたねまあ距離自体はスタミナあるんである程度はこんなしたんでしょうけれどもで向こう上面で動いていってそれで4コーナーの時点では2番手からなんですけれども、まあ、ちょっとその4コーナーの手前に関してはもうちょっと大胆に仕掛けてもよかったかなと思いますね。どちらかというと逃げたリビアングラスの方が早めに仕掛けてましたんでちょっと後手に回ったところもありますんであそこ先手先手でいってれば。 もしかしたら3着以内拾えてた可能性はなきにしもあらずかなとは思うんですがまあでも基本的にはよく走った方かなと思いますね。ファーム20ファーム20はまあ全体的にちょっとボリュームが足りないとかパワーが足りないなっていうところがあるんで。 まあもっと馬場が渋るとかもしくはタフな展開の消耗戦みたいな感じだったら乗りやすいと思いますしあとは今回後方から内の方をつくような競馬になってまあ京都はコースの開始をしてですね4コーナーが緩やかになった分 後方からの打ち付きっていうのがほとんど決まらなくなってましたんで、やっぱ基本的には後ろからだと外出すとか外回すとかそういうことした方がいいんですが。まあ、ただでさえ、ちょっと今回のバ場での瞬発力勝、用意度の瞬発力勝負みたいなのは合わなそうな馬だったんで、まあ、乗り方もだいぶ問題あったかなと思いますね。池添騎手一時期調子が良くて1。2ヶ月。 ままあまあ調子良かったんですがここに来て12週間またガクンと調子落としてて有力馬飛ばしまくってますし動かないようなレースも多いので、まあ、モチベーションがあんまり長くは続かないタイプだなっていうところもありますしディープマインドディープマインドはまあパッと見で例えばフォトパドックとかだったら見た目悪くなさそうなんですが何、まあ、か筋肉の質が良くないですし馬の形としても。 あんまりためも効いてないというか、まあ、この感じだと距離は1008ぐらいまでの方が乗りやすいかなっていうのと、瞬発力スピード勝負がどうか、なんで時計がかかった方がいいかなっていうのは見た目でもあるんで、まあ、単純にその条件だけじゃなくて、能力的にも今回は足りなかったかなっていうところがありますね。リビアングラスリビアングラスは仕上がり良かったですね。まあ、ちょっとその正統派の馬体の形ではなくて。 カクンカクンした感じの個性的な馬体ではあるんですけれどもまあこのまあこれでいいと思いますね。で柔らかみもありますし直線もですね結構しぶとく二枚腰使ったかなというところまあこの辺なんかは矢作九車長く足が使えたりだとか二枚腰使えたりだとかそういう風に作りますんで、まあ、うまく作ったなっていうところはあるんですがまあドスローではあったんですが結局 その後半に関しては結構長く足を使ってますしあとは4コーナーの手前から結構大胆というか雑に仕掛けたようなところもありましたんで鮫島勝間騎手に関してはあんまりうまく乗ってないなっていうまあ鮫島勝間騎手に関しては何度か喋ってきたんですが、まあ、直線を追うということに関しては若手ではトップクラスで例えば足を溜めて。 直線勝負みたいなそういうような競馬だったらある程度乗れるジョッキーではあるんですが、まあ、道中からの細かい立ち回りだとかあとはこういうふうに競馬を作るということに関してはそこまでクレバーさに関しても細かいことも安定してはできないというところがあって、まあ、やっぱりあの多少雑になっちゃうようなレースが多いタイプではあるんですよね。まあ、今回に関しては まあ多少雑に乗ってもいい馬ではありましたんでこれぐらい思い切って乗ってよかったとは思うんですがまあただやっぱり前半ドスローに落とし過ぎたせいで多少しん,どいとしんどいというかそこまで逃げ馬として有利に運べなかったかなというところがありますんで前半もある程度流してさらに後半もまとめきるというような形だったらもっと後続苦しめられたかもしれないんでやっぱ競馬って逃げ馬って。 スローに落とせばいいっていうものではないんで、まあ、結局は、あの、なんというか、有利に競馬を進められたっていうところではないので、馬には能力はある程度あるっていうふうに捉えていいかなとは思いますね。以上です失礼します。